マリアーノ・アンドレス・ペルニア・モリーナはアルゼンチン出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。2006年4月末にスペインに帰化。ペルニアと表記されることもある。2003年にレクレアティボ・エルバニー移籍し、レギュラーとして19試合に出場したが、チームはセグンダ・ディビシオンに降格した。降格後もペルニアはチームに残り、2003から04。 シーズンは40試合に出場した。2004から05シーズン、ヘタフェ CF に移籍し、2シーズン続けて36試合に出場した。サイドバックながら、2005から06シーズンは10得点を記録した。ヘタフェでの活躍、そして帰化の意思を表明したことで、2006FIFA フフ、ワールドカップのスペイン代表メンバー入りが噂された。当初はメンバーをちしたが、 アシエルデルオルノの負傷により代わって登録され、レギュラーに名を連ねた。なお彼の代表をチと緊急召集の際には、スペイン国内では様々な意見があった。2006年、アトレティコ・マドリードに移籍、4年契約を結んだ。2009年7月、アルゼンチンに帰国中に交通事故に巻き込まれ、鎖骨を骨折するとともに差配を損傷した。 娘と妹も車に同乗していたが、怪我はなかった。2010年7月、アトレティコとの契約が満了し、ウルグアイのナショナルモンテビデオに移籍した。1970年代にボカジュニアーズなどで活躍したビセンテペルニアはマリアーノの父親である。マリアーノには4人の兄弟がいるが、一番上のアニガストーンはアメリカのオーランドシャークスでプレーするインドアサッカー選手である。 レオネル・アドリアンもまた、インドアサッカー選手であり、シカゴストームでプレーする。ありがとうございます。